第2 PK 対決邪魔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 なんだよ、邪魔おむつ。わお、はい、第2 PK 対決始めます。じゃあ1戦目は同コーチがなんと服装を失敗したおかげでいろいろありましたが、確かにね、それは後ほど後ほど YouTube で後ほど画像で。じゃあ2本目は第2 PK 対決、ここにボールで交代審判をやってもらって、なん判定選手、じゃあロベルト・カルロス選手。まあ、はい、相手が誰でも僕のシュートは常にちょっと違うな。じゃあ第2 PK 対決1本目、コーチ、いきましょう。意気込みを。あおってる、あおってる。前回負けてしまった、今回勝ちます。 OK、 行こう。お、ちょっと出過ぎじゃない、これ大丈夫。お、新しい戦法でした。じゃあ、名倉コーチ1本目、さあ、どこを狙う、ピッ。顔をさ、ナイス、キーパー。お、じゃあ2本目、ピッ。うわぁ、お、2本目、ピッ。よーし、いいところ、ナイスコース。3本目、ピッ。行こう、5本目スタート、ピック。ナイス、こっちこっちこっち、いいよ。やっぱりそれをすると可動域が上がる。あ、来た、細い、足が細い、いいぞ、5本目ピック。いい、2対2、いいよ。6本目、決める、いこう。さあ、これを決めて、OK。予想が異様に長い。予想が異様に長いぞ。最初はここだ。
すごい。じゃあここからはいいです。じゃあ行こう。本目。よし、止める。止める。じゃあ、決めよう。勝ち。ピッ。いいよ。あ、うさー。喜びが薄い。いや、でも、まあ、勝って当たり前なんで。あ、で、まあ、先輩、相手にね、リスペクト。喜びすぎてショックを与えないように最低限として OK。 今日は何をイメージしてる、誰をイメージしてる。そうですね、ロベルト・カルロス。やっぱりロベルト・カルロス。じゃあこれね、横本で読んでロベルト・カルロスのボールの蹴り方とか、もう6本目の入り方だったら、ちょっとロベルト・カルロスって、まあやっぱり参考にしてもらいたい。まあでも、あの走りながら蹴るのすごい難しいので、あの別の動画で蹴り方を詳しく紹介します。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。こんなつもらい厚さが違う。こんな感じでいいのかな。こんな感じでいいのかな。全然いいから、はい、大丈夫。じゃあ終わり。いやー